女の話をしよう。愛を守るとき、女は女神と等しくなる。お前の体が目当てだ、と男は笑った。まるで獣ね、と女は言った。お前の心は俺のものだ、と男は笑った。ええ、その通りよ、と女は言った。助けてくれ、と男は言った。けだものではまだ足りない、と女は笑った。愛しているのに、と男は言った。ええ、その通りよ、と女は笑った。男女はベールの向こうで一つになる。癒着する肌のように、熱に溶ける氷のように。出来合いを具現する女は笑う。すべてを支配してこそ、真実の愛足り得るのだと。また一人、マスターが消滅しました。旧校舎に留まっていれば、生命活動は守られるというのに。死滅です。またしても自滅です。いくら私でも、自滅する生命を観察することには、徒労を感じざるを得ません。あなたもです。なぜ迷宮にいるのです。非論理的です。まだ諦めていないなんて。生命は生存確率の高いルートに従うもの。本能に逆らうのはやめなさい。何か？質問があるのでしたら、口頭でお願いします。ちっぽけな人間の意見なんて、前書は愚か、考慮にすら値しませんが。
それは不可能です。この CCC が成立している以上、私とムーンセルは同化しています。ムーンセルが私を使うのか、私がムーンセルを使うのか、その際を、私は問題視することができません。もう、できないんです。これ以上の質問はないようですね。では。待て。貴様ほど愚かな AI は、この先現れまい。その希少性を認め、誘いに乗ってやろうではないか。俺からの問い、いや、最後の確認をしてやろう。いいでしょう。サーバンとギルガメッシュの発言を許可します。何？人類を管理するというが、それは本当の目的ではあるまい。貴様がムーンセルを手に入れようとしたのは別の理由であろう？ビビーよ。貴様は暴走したがゆえに黒く染まったのではない。その姿になるために、自ら暴走したのではないか？それ、私は、ただ、あの日々、いえ、その指摘は誤りです。私はムーンセルと同化し、ムーンセルとして人類を管理します。その結果がネオテニーによる滅亡であろうと、私は静着として認識します。人類のエンディングは自滅であると。ですが、あの旧校舎は例外です。虚数空間には無限の時間があり、あの場所は永遠を具現化したもの。生命の本能に従ってください。そこにいれば助かるように、あの領域は作られたのですから。チェックポイントがあるはずよ。見つけたら起動させて、こっちに戻ってきて。
様のものだ。蓄えておけ。つまらぬ。ろくなものが入っていないな、ここは。
恩と慈悲というやつかな。主張な心がけだが、あまり手間を取らせるな。それなりに手応えはありそうだ。その程度のレベルで我らの邪魔をするな。下がって王の財宝、その一端を見せてやる。天の鎖よ。俺のマスターを守るのだ。これが蹴散らす感覚は良いが退屈。また似たようなものばかり。レアは、また似たようなものばかり。レアは